さん、こんにちは。水前寺清子さんは1960年代から活躍を続けている日本を代表する演歌歌手です。男勝りで元気なイメージの水前寺清子さんは、ある病気を患い歩行困難となっていた過去がありました。またプライベートでは43歳の時にご結婚されていましたが、結婚31年目に突然の離婚。お二人の間には何があったのでしょうか。今回はそんな水前寺清子さんの歩行困難の真相や本当の離婚理由についてご紹介していきます。まずは水前寺清子さんのプロフィールからご紹介します。名前、水前寺清子、別名チータ、本名林田民子、生年月日1945年10月9日、身長158センチメートル、出身地熊本県熊本市中央区、最終学歴専属学園高等学校、所属事務所水清企画。水前寺清子さんの実家は熊本県有数の実業家の家系でした。デパートと化粧品店を営んでおり、お手伝いさんも出入りするほど裕福だったそうです。歌手を夢見ていた水前寺清子さんは地元のコンテストで歌声を披露していました。父親からも応援してもらい、歌手としての素養を身につけていきます。しかし12歳の時、父親の事業が行き詰まってしまい、一家は夜逃げして上京、8畳一間で一緒に眠るという貧しい生活に追い込まれてしまいます。そして水前寺清子さんは中学校に上がると、母親の内職を手伝って家族を支えました。しかし父親は娘の夢を応援し続け、精肉店でコロッケを揚げる仕事をしながら歌を続けさせたそうです。また水前寺清子さんは3人兄弟の末っ子でした。10歳年上の兄と8歳年上の姉がいたそうですから、一家が困窮してからはお二人も必死に働いていたのでしょう。水前寺清子さんは本名にちなんで小さい民子という意味で、幼少期からチータと呼ばれていました。兄と姉からもおなじみの愛称で呼ばれながら可愛がられていたに違いありません。そして水前寺清子さんは見事に19歳でデビューを果たし、着流しで歌う涙を抱いた渡り鳥で知名度を獲得して、家族に恩を返したのです。1968年にリリースされてミリオンセラーとなった365歩のマーチは、若い人でも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。また1994年に放送されたシーチーレモンの CM ソングを歌った時にも話題になりました。1965年の NHK 紅白歌合戦初出場から実に22回連続出場した記録を持っています。2020年で75歳になる今もなお精力的に活動中ですが、2014年6月には腰部脊柱管狭窄症という病気で手術を受けました。足や腰に痛みやしびれを伴い、加齢によって発症する人が多いという病気ですが、水前寺清子さんの場合はデビューして間もない頃の公演中に転倒したことがきっかけで、足と腰の違和感と長年付き合ってきたようです。徐々に悪化していく中、追い打ちをかけてしまったのが2011年でした。65歳の時に広島のコンサートステージで階段から転倒してしまい、左膝を骨折した水前寺清子さん、これが引き金となり一気に症状が悪化し、手足がしびれ、ふらつきが出て、ひどい時にはわずか3メートルすら歩くことが困難になったといいます。整形外科で腰部脊柱管狭窄症と診断され、またステージに立ちたいという強い気持ちから手術を決断しました。入院する前日の4日、ギャラクシー賞贈賞式にプレゼンターとして出席した際、びっくりさせてすみません、私も新聞やテレビで手術のことが出るとは思ってもいませんでしたので、と言っていました。報道された後の言葉だったので、ファンへの公表は後となってしまいました。水前寺清子さんは手術が終わってから何もなかった顔でファンの前に立つつもりだったことから、皆さんに心配をかけてはいけないので手術のことを知らせようかどうしようかと悩んでおりましたのに、とも話していました。手術後は足の筋肉をつけるリハビリを集中的に行い、3週間でリハビリ終了。退院した翌日にはステージに上がっていたという回復ぶりでした。
実は水前寺清子さんは過去に公演中の事故で左膝靭帯を断裂したことがあり、その後遺症で左足の腱が外れる腱脱臼が起こりやすくなっていたため、左足をかばいながら生活してきたのだとか。そのせいでバランスの悪い歩き方が癖になってしまい、腰に負担がかかっていたのかもしれません。治療回復後にはしびれや感覚麻痺は全くなく、元気でステージに立つことの幸せをかみしめているようです。辛い症状を乗り越えた水前寺清子さんですが、ネット上では認知症や顔面麻痺を疑う声も見られます。またもともと小柄でスレンダーな水前寺清子さんには、加齢とともにさらに華奢になったことで、激痩せは病気のせいなのではという噂も飛び出しました。しかし人間誰もが年を取ると容姿も変わるもの、水前寺清子さんの場合も加齢とともに変化した部分を取り上げられただけで事実ではないと思われます。また水前寺清子さんには脳梗塞なのではという噂が出たこともありました。しかし本当の病気は前述の通り脊椎間狭窄症であり、脳梗塞になった事実はありません。間違った噂が流れてしまった原因は、脊椎間狭窄症の症状の一つである下半身のしびれと思われます。脳梗塞の場合も手や足がしびれてしまうため、勘違いする人が出てきたのでしょう。そんな水前寺清子さんはプライベートでは、1989年2月28日にサックス奏者のここ松明さんと結婚しました。水前寺清子さんが43歳で、夫小松明さんが37歳という熟年結婚でしたが、結婚に踏み切った決め手は小松明さんのバック転、これを見て感動したことがきっかけでゴールインとなりました。結婚式は水前寺清子さんの芸名の由来である熊本県の水前寺成就園で行われ、友人関係者など5000人が詰めかけました。地元の人々も2人を祝福するためにやってきて式を盛り上げたのだそうです。結婚後は小松明さんは当時の仕事を辞めて、水前寺清子さんの個人事務所水清企画でマネジメントに専念。奥様である水前寺清子さんの仕事を取るため方々に頭を下げて回ったそうです。業界では仕事先やマスコミへの気配りなどが行き届いていると評判が良いそうです。小松明さんとの関係は、妻であり歌手である水前寺清子さんを支える素敵な夫婦の形と言えるでしょう。ちなみに2人の間にお子様はいません。結婚当時水前寺清子さんがすでに40歳を超えていたことから、夫婦お二人の人生を選んだものと考えられます。公私ともに支え合ってきたはずの夫婦、しかし2020年に離婚していたことが明らかとなり、ファンに大きな衝撃を与えました。おしどり夫婦とは名ばかり、実生活では水前寺清子さんは小松明さんから罵声を浴びせられていたのだそうです。小松明さんはマネージャーだった。水前寺清子さんの姉が亡くなってからは、事務所社長とマネージャーを兼務するようになりました。すると歌い方に対するダメ出しが増え、周囲を超えて罵倒に近いものを浴びせるようになったそうです。結婚31年目での離婚はメディアで超熟年離婚と報じられることに。水前寺清子さんご自身もブログで今頃かいと綴り、面白がっている様子でした。夫のパワハラから解放されて、すっかり気持ちが軽くなっていたのでしょう。小松明さんとしては懸命に奥様を導くつもりだったものの、いつの間にか一線を越えていたようですね。いかがでしたか？今回は水前寺清子さんの歩行困難の真相や本当の離婚理由についてご紹介しました。年齢を重ねても新しいことに果敢に挑戦し続ける水前寺清子さんの姿は昔と変わらず、見ている人に元気や勇気を与えてくれます。これからもそのパワフルで爽やかな歌声で日本中を元気づけるべく活躍を続けてほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。